2012年バレーボールワールドリーグは2012年5月18日から7月8日にかけて開催された国際バレーボール連盟主催の第23回バレーボールワールドリーグ。出場国は16カ国。決勝ラウンドはブルガリアのソフィアで行われた。数字は前回順位は開催国前回大会の成績上位14カ国に今大会の自動出場権が与えられた。 15位だった日本は、本来は、自動出場権はなかった。しかし、東日本大震災、福島第一原発事故の影響で、日本国内開催が急遽取りやめとなり、全試合アウェイとなっていた背景が配慮され、今大会の出場が認められた。キューバ、ブルガリア、セルビア、フランス、ドイツ、日本、韓国は、6月上旬開催の、 ロンドン五輪世界最終予選にも出場した。3から2から1ポイント制という勝ち点方式。以下の順で適用される。勝ち点勝利総数セット率得点率第1周 A、第2周 A 第3周 A 第4周 A 第1周、B 第2周 B 第3周 B 第4周 B 第1周、C 第2周 C 第3周 C 第4周 C 第1周、D 第2周 D 第3周 D 第4周 D。 準決勝3位決定戦決勝、ありがとうございます。